はい、おはようございますと。さあ、今日は朝からコーヒーを飲もうと思うのですが、毎度おなじみパッセージコーヒーのエチオピア。もうね、残り少ないんですね。さあ、飲んじゃいましょう。あとこれだけ、もう底が見える。もうあと一杯分あるかないかかな。ということで今日は、まあもうここ最近ずっとパッセージコーヒーでしか豆買ってませんでした。私ね、一回気に入るともうね、コーヒーだけじゃなくて、普段からお店ね、一個のお店ばっかずっと行くようになっちゃうんで、なかなか新しいところ行かなくなっちゃうんですけど。ですが、今日はもうね、休みの日で、これ職場の近くなんでね、パッセージコーヒーさんは。なんで今日は、引っ越してきたこちらの近くのコーヒーショップに朝からクレマと行っていきたいと思います。じゃあクレマさん、準備して行ってきましょう。エチオピア。エチオピア。はい。はい、豆のままで。豆のままで。はい。あと、テイクアウトのカフェラテのホット。カフェラテのホット。はい。はい、こちらは豆購入でサービスできますので。ありがとうございます。税込み2,700円です。はい。はい、すいません。ありがとうございます。こんにちは。こんにちはって。ほら、行っといて。ほら。はい、夏っこい、羨ましいやつだ。なんだよ。あ、怒られた。こんにちはって。ました、ました。こんにちはって。はい、君もこんにちは。こんにちは。何歳ですか？8ヶ月。じゃあまだ遊びたいね。なら綺麗な色していいな。うちも来た時はこれぐらいの色があった気がする。行っといで。いいぞ、ちった。いいね、おとなしい。こんにちは。えらいぞ。えらいぞ。くれまーくれまパセリくんか、え、かわいい。パセリ、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 後ろに。あ、そう、ずっとね、ずっとついてるから離れなくてね。あ、吠えないな。遊んで、パセリくんと。パセリパセリパセリおーい、パセリ、おー、来た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 、おー、かわいい。ほら、追えない追えない。はい、ダメダメ。いいな
ね、すっごいね。お、パス入り。ほら。何君、リボンになってる。うん、渋いね。渋い。君はどこから来た子だ。はい、こんにちは。パセリ、パセリ。あります、 1.5 あります。え、そんなにあります。ほら帰ってきて、今6歳です。はい、はい、来たの。パセリはすごいな、ね、そしたら吠えないよね。あ、大丈夫です、大丈夫です。かわいい、ちっちゃいよ。こんにちは。で、スイッチコーヒーでエチオピア買ってみました。この後ちょっと入れていきます。もうちょっとちょっと日が経ってから飲んだ方が美味しい気がする。ちょっとまだ焙煎したばっかりかな。あと1週間ぐらい置いてもいいかな。はい。コーヒーね、昨日入れたんですけど、はい、これがね、4日に焙煎されて、昨日が6日なんでね、3日、4、5、6、まだ2日しか経ってなかったのかな、昨日飲んだ時点で。ちょっとね、若々しい感じ、青臭いっていうのかな、がちょっとしたから、1日置いてね、またちょっと味が変わるかどうか、今日また飲んでみましょう。じゃあ再びエチオピア、スイッチコーヒーのエチオピア入れていこう。であとはもう落とし切る。さあ、どうかな、どうかなと。はい、と完成です。本日はスイッチコーヒー東京さんのエチオピア、焙煎から3日経ったかな、4、5、6、7だから3日経ちましたね。なんで本当にまだ焙煎したてだ、ちょっと落ち着いてない感じですけど、私買ったの初めてだけど、まあね、コーヒー好きっていうか、まあ本当コーヒーに凝ってる人の中では、まあ知ってる人も多いんじゃないでしょうかね、スイッチコーヒーさんは。じゃあいただいてみましょう。うん、うん、美味しい。そんなに酸味がめちゃめちゃ強いわけじゃないけど、飲みやすい感じかな。でもやっぱりね、このコーヒー豆を買うと一杯ね、ドリンクサービスっていうのが嬉しいし、なんかコーヒー豆専門店っていう感じ、ビーンズショップっていう感じが私はするんだよな。なんかね、あ、カフェじゃなくてコーヒー豆屋さんなんだなみたいな、豆を専門にやってるんだなっていう感じが私の中ではする。やっぱコーヒー一杯無料っていうのがあるとね、まあ、結構ね、コーヒー豆専門店でやってるとこは、お豆買うとコーヒー一杯サービスしますよっていうお店が結構あるので、三田にあるパッセージコーヒーさんはそういったサービスはないので、コーヒー豆美味しいんだけどね、
まあ、そういったサービスがあると、あちょっとスイッチコーヒー買おうかなっていう気にもなってくる。家から近いし、あとは他の豆も飲んでみて気に入ったのがあるかどうか。まだちょっと3日だから何とも言えないけど、私個人的に今のところはパッセージコーヒーで飲んでいるエチオピアの方が味は好みかな。よいしょ、あのね、よいしょ、同じエチオピアって一口に言ってもいろいろあるんですよね。なんでその中でも私はお気に入りはこれが私は結構好きで、あると買っちゃう。紅茶のようにクリアでレモンの明るい酸味が特徴。これ美味しい。ゲデブって読むんで合ってんのかな。同じエチオピアでもね、農園によって地域によってまた味が変わったりするんで、そういった楽しみもあるけど、今回のこれもっとね酸味が効いてるやつが好みかなとは思いました。でもね美味しいです、飲みやすくて。じゃあクレマさん、またスイッチコーヒーにも遊び行こうね。じゃあ皆さん、バイバーイ。よし。